ジャンクノートパソコンを購入したらすること。それは、清掃です。外装を拭きます。キーボードを拭きます。トイレより汚いキーボードです。モニターを拭きます。指紋や手垢がいっぱいです。モニターは水拭きしてから空拭きしてください。アルコールだと液晶を傷めます。しかも、乾くと筋が出ます。水拭きがいいです。次にバッテリーを外して、ネジを外して分解します。基本的にファン周りは恐ろしく汚いです。汚物だと思ってください。CPU を冷やす。ヒートシンクです。カビやダニの温床です。見るだけでくしゃみがします。この状態で CPU は冷えません。掃除機で吸って筆攻めしてから、エアーダスターで綺麗にします。CPU も綺麗にしてグリスの塗り替えをします。グラボも綺麗にしてグリスの塗り替えをします。はい、結局全バラ。掃除するなら全バラ。グラボのグリス塗り替えで全バラ。めんどくせえ。ネジを全部締めて、動作確認するまでが清掃作業です。この作業が無理ならジャンクノートパソコンは、買うな。